県が新たな体育館の整備を計画している鹿児島市の本校区エリアをめぐり、鹿児島商工会議所が新たにコンベンション施設を整備することなどを盛り込んだ提言を明らかにしました。公安計画を意識しながらどうあるべきかっていうのをコンセンサスを図っていかなきゃいけないかっていうところで、一つの叩き台として会議はこの案を出させていただきました。提言は今日開かれた本校区エリアの利活用を検討する県の委員会で、鹿児島商工会議所の岩崎義太郎会頭が明らかにしたものです。本校区エリアをめぐっては、県が新たな総合体育館をドルフィンポート跡地に、駐車場を住吉町15番街区に整備する計画で、これに対して鹿児島市は体育館にサッカースタジアムを併設する案を示しています。一方、商工会議所の提言では、ドルフィンポート跡地に体育館と駐車場を集約し、住吉町15番街区には2000人規模のコンベンション施設の整備などを掲げています。岩崎会頭は鹿児島市の案について、まずは市がサッカースタジアムの3つの候補地を1つに絞った上で県に申し入れるべきとの考えを示しました。また事務局の県に対しては、県民に意見を聞くのは県や県議会の役割で委員会ではない、委員はそれぞれ専門の立場で意見すべきだとして、委員会の在り方についても注文をつけました。我々が欲しいのは、食事をしていろんな学会とかね、呼んできてパーティーもできる施設、そういうのに整備するっていうゾーニングの案に県はしていただきたいというのが、あえて譲れないポイントですね。今日の委員会は、緑地帯のウォーターフロントは残す方向で取りまとめられ、次回以降の委員会ではさらに詳細について検討を進めることにしています。ウォーターフロントの方はやっぱり残すべきだという意見が多かったと